このドワーフナンアワー、ルートラポット上にして、しばらくは他のドワーフナンアワーのバナナ周りに置いてたんですが、だんだん置き場所がなくなってきて、とりあえずここに引っ張り出しておいたんですが、ここにこれの子株が出てきていますね。これは今ちょっと動かそうとしたら、まあこの前までの大雨で土がだいぶ重くなってるんですね。それでこれをポットから抜き出して、軽い土をちょっと入れた状態で、裸苗プラスアルファぐらいの状態でですね、出品しますので、まあ子株付きの、まあ中苗程度のドワーフナンアワー欲しい方は、これを、まあ、10月末ぐらいまで路地植えできる地域にお住まいだったら、路地植えが望ましいですね。でなければ、同梱する新しいルートラップポットに任意の梅土を入れて、越冬させるかでしょうね。来年、入梅時、には、できれば、地植えしていただければなと思いますがね。まあ、環境にもよると思いますから。ムサドワーフナンワーの、子株、地上子株一本、月のものの土を除いて、重量オーバーにならないようにしました。ルートラップポットの中で、はじめに、普通の石を敷くと重くなりますので、こういうネットにくるまれた軽石を2つ敷いておいたんです。で、その上に、ココピートと、私の家の畑のバナナ土をミックスして、ルートラップポットに植えておいて、この地上子株が出るところまで来ましたから、これはですね、もしかすると、来年用の複数本立ちの中心親子株になるかと思いますね。一応、古い中古のルートラップポットにこの軽石も入れておきますので、いらない方は捨ててください。あと新品の大きめのルートラップポットもお付けいたします。